公益財団法人神奈川フィルハーモニー関連。楽団は神奈川県に複数存在するプロオーケストラのうちの一つである。横浜市保土ヶ谷区にある神奈川アートホールを練習場としてアートホール内にあった事務局は現在横浜市中区元浜城に移転している。横浜みらいホールで年9回の定期演奏会を開いているほか県内の小中学校等で行われる 移動音楽教室や、テレビ朝日の、題名のない音楽会や NHK の、歌謡チャリティーコンサートなどの音楽番組にも、出演している。日本オーケストラ連盟制会員。2012年4月に、演奏技術が著しく、低いと、沼尻龍介客演指揮者と、金世京常任指揮者から指摘があった、演奏中の態度も極めて悪い、度重なる呼び出しや始末書の提出要求に、 応じなかったなどとして楽団より解雇された二人のコントラバス楽団員が楽団に対し解雇無効地位保全と賃金の支払いを求めて横浜地裁へ提訴した。申し立ては2013年8月1日付。楽団側は解雇の正当性を主張し、 学団委員側は、沼尻指揮者の指摘はすべて伝聞に基づくものであり、近指記者は陳述書を提出するまで一度の指摘も、していない、演奏中の態度が悪いとしたのは対立する、組合委員一人のみで観客から苦情が出たことはない。呼び出し、始末書のみ提出は、各自に一回であり、すでに開国処分を受けているなどとして、解雇が二人の労働組合活動を理由にした。 不当労働行為に当たると主張した。並行して、神奈川県労働委員会へも、労働法違反があるかどうかの調査審議が依頼され、2014年7月に、県労働委員会は、学団の不当労働行為と二人への救済命令を出した。ブルーダル基金の成功により、公益財団法人となったばかりの学団は、解雇は、将来を見据えた真の健全会の苦渋の決断。 理解してほしいとコメントし、直後に上位組織である中央労働委員会へ再審査を申し立てた。2015年11月26日、横浜地裁は、解雇は社会通年上相当ではなく、解雇権の乱用であるとして、解雇無効と未払い賃金契約3000万円の支払いを学団側に命じた。一方で、結論は乱用だが、 国内有数のコントラバス奏者に精神的苦痛を与え対談に追い込むなど、就業規則上の解雇理由に当たる事実も存在するとして、学団委員側が主張していた、不当労働行為には該当しないとの判断を下した。学団側は、地裁判決を不服として、中央労働委員会及び東京高裁へ上訴したが、中央労働委員会の勧告に従い、 学団側が学団員の解雇を撤回して解決金を支払うこと、学団員が解雇の撤回後に合意退職することなどを盛り込んだ和解が2016年4月に成立した。類似事件として日本フィルハーモニー公共楽団の日フィル葬儀を参照。ありがとうございます。